ローズシアター・ピーター・ J シャープ・アーケード・ジャズ・アット、リンカーン・センターへの入り口を示すサイン・ジャズ・アット、リンカーン・センターは、リンカーン・センターを構成する部門の一つ。J.O.S.C. の複合施設である、フレデリック・ P ・ローズ・ホールは、ニューヨーク・シマウンハッタン区にある、リンカーン・センターの主な施設より少し南に寄った、西60丁目とブロードウェイ。 コロンバスサークルに面するタイムワーナーセンターの一部になっている。この複合施設は有名な建築家ラファエル・ビニオリの設計、ターナー建設とサンタフェ建設共同事業体の施行で建設され2004年10月に開館した。ジャズワット・リンカーンセンターのフレデリック・ピー・ローズ・ホールは3つの演奏施設から構成されている。フレデリック・ピー・ローズ・ホールには この他にも、ゆかりのある人々の名を冠した施設が組み込まれている。アイリーンダイヤモンドの名を冠した、アイリーンダイヤモンドエデュケーションセンターは、主に教育目的で使用されるリハーサル室や、録音室が設けられている。また、ネスヒアーティガンの名を冠した、ザネスヒアーティガンジャズホールオブフェーム、ピーター・ J シャープの名がついた展示スペース、18フィートのビデオの壁を中心とした、 インスタレーション、インタラクティブに情報を取り出せる、コンピュータコーナー、画面に触れると立ち現れるバーチャルなプラークなどもある。観覧者は、ジャズの巨人たちの人生、芸術、音楽を称え、それが芸術としての形態と、音楽産業に固く結びついていることを学べる。ジャズワット、リンカーンセンターは、ナホフの実績に基づいて、ウェブサイトも構築している。 J.O.S.C. の芸術監督は、ウィントン・マルサリスであり、執行役員は、エイドリアン・エリス、プログラムディレクターは、アントニオ・チャッカがそれぞれ務めている。マルサリスが率いるジャズアット、リンカーン・センター・オーケストラは、J.O.S.C. の常設オーケストラとして、フレデリック・ピーローズ・ホールをはじめ世界中で公演をしている。J.O.S.C. は、すべての世代の聴衆のために、 一年を通して、公演、教育、放送関係のイベントを制作している。その中には、コンサート、国内外のツアー、レジデント、毎週放送されるテレビやラジオの番組、録音、出版、毎年恒例の高校のジャズバンドのコンペティションと、フェスティバル、バンド指導者向けの教育プログラム、子供向けのジャズ入門カリキュラム、ジュリアード音楽院による、 ジャズ研究の上級者向けトレーニング、音楽出版、子供向けコンサート、講座、成人向けコース、学生や教員をそれぞれ対象としたワークショップなどが含まれている。2008-2009年度のシーズンに JOSC が制作したイベントは3000件以上に上った。JOSC の教育ミッションは22のプログラムやリソースに及び5万人以上の 人々に直接提供されるとともに、JOSC が提供したカリキュラムや学府、オンラインリソースなどを通して400万人へ間接的に到達したと推定される。w e b a p というプログラムでは生後8ヶ月の幼児から子供たちがスイングし、ストンプし、シャッフルすることができる。Jazz for Young People と題されたコンサートシリーズは家族連れや、 学校のグループに好評であり、ジャズ・イン・ザ・スクールズのツアーは、ニューヨーク市中の各地の学校に、プロのジャズ・アンサンブルを派遣している。全国各地の学校教員は、こうしたコンサートに参加した経験を、ジャズ・フォー・ヤング・ピープルのカリキュラムを通して教室に持ち帰り、また、NEA ジャズ・イン・ザ・スクールズによって、ジャズとアメリカの歴史を結びつけている。J.O. スシーは、また、 こうした教員たちが取り組む教育イベントをオンラインでネット上に流している。J.O.S.C. の教育プログラムの一つ、ザ・ミドル・スクール・ジャズ・アカデミーは、ニューヨーク市の中学校の生徒に提供されている無料の指導プログラムである。また、13歳以上を対象とする、エッセンシャリー・エリントン・ハイ、スクール・ジャズ・バンド・コンペティションフェスティバルが、 全国の高校のジャズバンドを支援している。さらに、下記には、教員対象のトレーニングに特化した、ワークシップ、バンドディレクターアカデミーが開かれるほか、学府図書室も用意されている。フレデリック・ピー・ローズ・ホールでは、成人を対象とした、スイング・ユニバーシティや、ジャズ・トーク、ザ・ネス・ヒ・アーティガン・ジャズ・ホール・オブ・フェームによって、もっぱら聞くスキルを磨き、 ジャズ史を探求する機会が提供されている。この伝道は、ジョン・コルトレーンや、チャールズ・ミンガスはじめ多くの重要なジャズ関係の、ミュージシャンの作品を、レコード化してきた、アトランティックレコードの共同創業者の一人である、ネス・ヒ・アーティガンにちなんで名付けられている。世界17カ国から選ばれた、音楽家、研究者、教員など投票者60人から構成されるパネルが、 伝道入りにふさわしい、ジャズ誌において、最も決定的な貢献をしたアーティストたちの、候補者を選び、対象者を選択している。2004年、2005年、2007年、2008年、2010年、全米芸術基金の支援を受けて開発された、ウェブサイトと DVD による、ジャズ誌と、アメリカ現代誌を結びつけたカリキュラム。NEA Jazz in the Schools。 NEA Jazz in the Schools 2011年10月24日、閲覧。インダクションプロセス。Jazz at Linkarn Center 2008年9月2日、閲覧。ありがとうございます。